今日午後1時前妙高市の三田原山で34人が雪崩に巻き込まれたのを見たと警察に通報がありました遭難したのは外国人3人と日本人の合わせて4人で警察は午後4時40分ごろ県警ヘリによって4人のうち3人を救助このうち、 なだれに巻き込まれたアメリカ人の30代男性が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。残る1人はヘリの乗車を拒否し、自力で下山しているということです。警察によりますと、なだれに巻き込まれたのはアメリカ人の男性だけで、他の3人に怪我はないということです。